どうも高井です。 GDP では経済成長を図れないって話をしたいんですけど、そもそもこの本によって言えば株価っていうのはまず日本の場合政府が企業に対してプレッシャーをかけることによって株価を吊り上げる。で、株価が上がるってことは GDP が上がるってことなんで、GPIF 国民年金機構が要するにその運用しているお金を日本のね企業の株を買うことによって底上げしている。つまりアベノミクスで株価をね上げていっている。だからあなたたちって私たちの年金というのは国民年金によって運用されてしまっているっていう現状があるんですよ。で、それもあるんだけど、こっちの本でも言ってるのがあって、 GDP っていうのは病院の売り上げ、薬局の売り上げ、それでも上がるっていう話ね。まあ、ただお金をねジャブジャブ使ってるからっていうのはそうだようだけど、近年高齢者がコンビニのように病院を多用するっていう話はね、あなた方も聞いたことあると思うんですよ。まあ、だけどそれだけコンビニのように運営そこのね病院を利用するってことは、それだけ病院の売り上げ上がる、薬局の売り上げ上がるってことじゃないですか。だから病人が増えたりとかね、高齢者が増えるってだけで凄まじいほど医療費って上がっていくわけですよ。だから超高齢化社会って言われているような日本だからこそ、 GDP って本当に正しいのって、本当に経済成長してるのって、そういう観点から見ると間違いじゃないかなって思って、そういう意味でもこういう本2つの本読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。この辺りにあるボタン